こんにちは。 株君テレビでございます先ほどですね、えー、少し僕は、えー、仮眠を取ったんですけども、えー、仮眠のつもりがですね、8時間ぐらい、ね、寝てしまってですね、えー、爆睡させていただきました。えー、そのおかげで、今ちょっと寝癖がついてるんですけども、そこはですね、えー、ご了承いただきたいと思います。はいえー、株のお話と、えー、立て続けにしてね、ねちょっと緊急でもうあの始まってるんで、えー、冷静に話してるんですけども、あの全然冷静になってないんですよ。も、うん、もう皆さんもですね 興奮ししてて心配して、えー、もうドキドキキでね眠れないっていうかあのこれから、ね、あの夜に向かって始まるんですけどね。はい、というわけで、えー、男子のショートブログも始まりましたパチパチパチということで、えー、ちょっと、えー、内訳の方を見ていきますね。はい、でまずですねあの昨日もお話しした通りなんですけども。 フィギュアスケーターの神は日本 B きしているということなんですよね。でこれどういうことかというと、えー、神が、えー、日本のフィギュアスケーターに味方につけたと、えー、いうことになりますね、うんえー。どういうことかというと、ですね昨日もお話しした通り、日本選手は皆さん 3, あの3人ともです、ね、2番滑走なんですよ、それぞれのグループで。 スウェーデンのグループで2番カスソっていうのはめちゃくちゃあのいいですね、えー。6分間練習が終わって、えー、あのスケート靴を脱がずに済むんですよね。スケート靴を脱がずに済むっていうことは6分間練習で思い切ってできるじゃないですか。うん。でその感覚で、えー、本番を迎えられるんですよ。でも4番カースソ、5番カースソ、6番カースソで1回スケート靴を脱がなければいかないことが結構多いので、そうすると感覚が狂っちゃうんですよね。 なので2、えー、番滑走というのはそういった意味でですね、あのーまあ、一番最初の選手少しこうやっぱり練習を、ねえー、したあとに6分間練習して少し疲れますからね、えー、疲れた後に1番滑走の人が終わって2番滑走というのはこう休憩ができるわけですよね。 つまり感覚が変わらない感じでしかも休憩もできてですねいい感じのタイミングで氷のリンクに上がれるので非常にイァンカストっていうのはいいんですだからまああのフィギュアの神は日本美意きというのがまずこれ復習ということでお話ししましたはいそして気になるのがですねジャッジですはいえー皆様これもう女子のことでもね、えー 物理がもう始まっているようなんですけれども、まあ、男子のジャージパネルがですねまだ未完全なんですけれども、えー、発表になってます、えー。まずそこの方からお話ししていきます。そして僕はですね、あの ISU っていうまあそのスケートのまあいろいろ決めるところですね。まあ、これがクリ、えー、をね明らかにしてないんですよ。 えー、ジャッジはどこの国なのかっていうのは明らかにしないんですよね。なので僕独自にこう女子の方でも調べたんですが男子の方でも調べました。で、えー、今明らかになっているのがジャッジテクニカルジャッジですね、えー、レフギーから、えーえー、とリプレイオペレーターの123456人について調べてきたのでちょっと紹介していきます。はい、こちらですねちょ見えづらかったら申し訳ないんですけどこちらです。 で、えっ、ー、と、こちらでレフリーっていって、まあ、一番こう審判で一番偉い人ですね。そしてテクニカル コントローラー、テクニカルスペシャリスト、アシスタントとテクニカルスペシャリスト。この3人が、トリルッツジャンプやフリップジャンプのエッジエラーやテンションとか、キューマークとかを、ね、決めたりしますね。回転不足とかスピンのレベルの判定とかもね、この人がやります、この3人が。はい、で、データオペレーターとリプレイオペレーターですね。はい、でこの6名については名前が分かってます。はいろいろ名前書いてあるんですけどもね。うん、で、えー、肝心なのはここなんですよ。 ここのどこの国かっていう、この人たちが一体どこの国かっていうのは ISU のホームページで記載がないんですよね。はい。ISU のホームページで記載がないんですよね。なので、これは、あのー、 本当にこう調べるのはめちゃめちゃ大変だったんですけど、えー、ちょっといろんなものを駆使してです、ね、調べてきました。もう本当大変だったんですけど、これね、調べてきました。で、ジャッジ1番から9番に関してはまだ発表になってないんですよ。うん、まだ発表になってません。直前までね、実は発表されないんですよね。なので、えー、まあこれについてはあれなんですが、まあ、この少なくともテクニカルジャッジに関してはです、ねえー、発表になってまして、またあの、えー、見ていきますと、レフリーがまずフランス人ですね。そしてテクニカルコントローラー。 が、えー、フィンランド、そしてテクニカルスペシャリストがラトビア、テクニカル、えー、アシスタントテクニカルスペシャリストが、えー、スウェーデンかな、そして、えー、データオペレーターがロシア、そしてリプレイオペレーターがアメリカなんですよね。えー、また一人もアジア人が入ってないんですよ。うん まあ、あの北欧のフィンランドとかは今回スウェーデンで開かれてますのでいいとしてですねスウェーデンとフィンランドはだけど、えー、他全部ヨーロッパであるっていうのは不思議だなと思いますでまあ今全部ヨーロッパって言ったんですけどもじゃあなんでアメリカ入ってるんだってね気になりますよねアジアが一人もいないっていうのは、はい、ちょっとこれやっぱりまた物理を醸し出すんじゃないかと思いますでその原因については僕いろいろ考えているんですけども 1>, あの1つ考えられるのが、もしかしたら日本のジャッジの,その知識、これがですね少なかったために採用されなかった可能性っていうのが僕の中で浮上してます。これについてはですねえまだ明らかになっていませんので、まだペアの方ではねレフリーが日本の方になってますし、ねまああの分かりかねる部分が多いので、そこはおちおちお話ししていこうかと思うんですが、とりあえずまあテクニカルジャッジに関してはえまあこのようになっていると。ジジジジャャッッにに関してはこここれからね発表になると思うのでここでね日本ジャッジやあのアジア ジャッジが選ばれるかかかどううですねそここを気にしていこうかなと思っています、はい、なのでちょっと男子のジャッジパネルについてはあのまあこれはでもデータオペレーターがアメリカなんでねまあネイサンチェーンにすごい有利かって言ったら微妙ですけれどもねはいまあただロシアをデータオペレーターでアメリカはアリプレオペレーターがアメリカですなので,、はいえー、なのでまあ名産チェーンに対するその評価 に、まあ、テクニカルスペシャリストとかの中にアメリカ入ってないんでまあ、そこが一つポイントかと思いますね。うんはい、えー、なのでまあ、ジャッジのねジ、えー、ジャッジの国がどこの国の人がジャッジをするのかっていうのを、えー、最新情報出たらですねそこをちょっと調べて、えー、すぐにこう調べてお伝えしていこうかなと思います。はい、えー、もうちょっとねジャッジの、ね、名前だけでねどこの国かっていうのを判定するためにはそののまあ,あの 調査するには時間がかかるので、もしかしたらちょっと遅れちゃうかもしれないんですけども、まあ、そこは、ねえー、延期中にジャッジが出てきたらですね、えー、ちょっと調べていこうかと思うんですけどもね、はい。ちなみに3番目、女子のことをちょっと復習していくんですけど、えー、昨日あんまり話さなかったんであのすぐに終わっちゃったので、女子のことをちょっともう一回復習していきます、えー。女子のショートプログラムではどのようになっていたかというと、このようになっているんですよね。うんはい、でここにその えまあレフリーとかコントローラーとか書いてありますよね。で、いろいろジャッジ1番からジャッジ9番までこう書きましたけども、えー、このような方なんですね。で、一つもアジア人、日本人が含まれてないわけですね、こうやって。うん、まあ、一人もその日本人、アジア人が含まれてないっていう話をしました。で、それどころじゃなくて、ロシアはこう1。 じゃえロシアはジャッジと、あとここも担当してますよね。また、えー、アメリカも、えー、アメリカも2つですよね、ここ。えー、っと、これか、ここと、ここもアメリカ2人。なんであの ある国は2つも担当できているのに、日本とかアジアの国は1つもないのか、アメリカ1つ、ヨルシア1つにして日本を組み込んだって別にいいじゃないですか。だから、すでに女子のショートプログラムではこういう差異が見られていると、イタリアも2人ですよね。自国のスウェーデンが2人っていうのは別にいいと思うんですけどもね、ね自,自国なんで、はい。だからちょっとやっぱり不公平っていうのがあるわけですよね。 はい、で一応、ジャッジの経歴も調べてみたんですけど、えー、これ、ジャッジ回数、ジャッジの、ね、回数です、ジャッジとかテクニカルコントローラーとかね、全部含めた、えー、ジャッジの回数なんですよね。はい、一応、これも調べて、これが、えー、いつからジャッジを始めたかっていうね、年数っていうのも書いてみました。ここのよううに調べたということいいですねはい まあ、さらにこのプロトコル表とかの分析とかもね今後していこうかなと思うんですけどちょっとあまりにも情報が交錯してて、えー、とにかくね何度も言うんですけどあの非常にそのプライバシーのね、えー、保護っていうのがジャッジに対してすごく行われているなっていう印象をつくづく感じます本当に組み込んでるので、えー、調べるのめちゃくちゃ大変ですね、うん、はいでまあこれここまでお話したとして次 えー、いよいよですね、えーまあ、選手出てくるわけなんですけれども、おそらく、えー、とこちらのスウェーデンの時間で言うと、まあえー、午後に滑りますので、日本で言うともう夜のね9時以降になってくると思います。狩山選手は夜の8時、9時あたりかな、一番最初に狩山さんが、えー、日本選手出てきます。はいうん 続いて宇野昌磨選手は次のグループそして最終グループに羽生選手という順番なわけですねでこの3選手の,ちょっとあの魅力についてワンポイントでお話ししていこうかと思います、はいえー、まず、ですね鍵山選手に関してはもう職人技ですね。はい、職人技、うん、あのなんで職人技かというとその足さばきですよね、エッジさばき。 エッジさばきっていうのがもう時計職人とか,さなんかこう小さなその部品とかを扱う職人さんいるじゃないですか。もうほんとそれみたいな緻密なんですよね、0. 0.00で 1, 1ミリのコントロールをすることができるというのがあるんですね。あの 抽象的な言葉を使うと寝起きの状態でこう寝ててもすぐ起きた状態でも体を動かすことができるんですよね。まあ、それだけこう緻密な技っていうのが上手かと思います。緻密っていうかその、うんえー、職人技なわけですね。小さな部品を正確に取り扱えるというか。だから仮にです、ねえー、もしもジャンプがです、ね、こう軸がです、ね、斜めになったりとか。 こういうふうに斜めになったとしても、あ今の僕のジャンプは少しこう斜めになっているから、えこういうふうに、ちょっと膝をこういうふうにしようとか、ちょっと膝を上げたほうがいいかなっていう、どのように着地をすればいいのかっていうことを、ジャンプを飛んでいる段階から把握することができるんだなって、僕は鍵山選手のジャンプを飛んでいて分かりました。鍵山選手の素晴らしい点はジャンプだけじゃないんですよ。えジャンプとかエッジワークだけじゃなくて、柔軟性。うん これもすすごくあるんですよでお父様フィギュアスケーターされてまして基本的にはあのサラブレッドの方って柔軟性が結構ねなかったりするんですよね。なんだけど鍵山選手は柔軟性がすごくあるんですね。そう柔軟性めちゃくちゃあってドーナツスピンとかもめっちゃ綺麗いだ、うんキャメルスピンの足換え足換えキャメルめっちゃ注目ですよ。めちゃくちゃうまい足換えキャメル多分世界一うまいんじゃないかな。 のイさんチンじゃなくて、えっと、ジェイソン・ブラウンさんもないか。足替えキャメル。これ絶対注目ですね。足替えキャメル。足を変えるキャメルスピンってなるんですけど、めちゃくちゃうまいです。はい、確か足替えキャメルだった、ね フライングキャメルじゃなかったので、ちょっと間違ったら申し訳ないんですけど、もこの足換えキャメルスピンっていうのは、たぶんショートプログラムやっていくると思うんで、これがね、もう左右のキャメル、めちゃくちゃうまいです。もうね、左と右のね、あの普通、のやっぱ右利きの人は右足の方が強いとかってあるじゃないですか、でも鍵山選手って左足、右足、すべてバランスいいです。あと、ジャンプに関しても得意不得意のジャンプはないんですよ。エッジ系のジャンプも得意だし、投系のジャンプも得意なんですね。だからえーあの、えー ジャンプのバランスがめちゃくちゃいい、スピンも得意不得意が少ないんで、そういった意味で職人技なんです、職人技っていうのは、職人さんっていうのは、なんかあの時計を作る際に、ここの部品を作るのは難しいけどって言ってたら、時計って針が合わなくなっちゃうじゃないですか。それと同じなんですよ、ね、鍵山選手。だから、あの非常に職人技なんですよね。うん。そこを見ていただきたいと思います。足さばき。 なんか、ね、あの踊る感じの曲なんですよ。また難しい曲選んだなと思うんですよね、えー。ショートプログラムに関してで、さらにですね、鍵山選手は、あのととしだったかな、タッカーっていう曲で滑りましたね、フリーステイっていうのそこからはめちゃくちゃすごい選手が出てきたなと思ったんですけども、あのそこの時はまだ職人技だけだなと思ったんですよ。職人技だけっていう,うに思ったんですよ。つまり、まあ、こう技術、技術してるかなっていう感じがあったんですが、ここにきてですね、鍵山選手の心、 これれもね買いまめられるようになりました特にフリースケーティングではより心の部分を充実しようというふうに、えー、練習を重ねてきたと思います、まあ、つまり表現力の部分がついてきたということですね。はい、なので、えーまあ、最初からこう踊れるくらい足さばきが非常に鍵、まあ、山選手の素晴らしいところもう一つ言うと最初から踊れる点なんですよね。うん もうあのー、最初こう、スタート地点にこういますよね。でゆっくりこう始まったりとか、まあ、羽生選手みたいに激しく始まる場合もあるんですけども基本的にそんなにたくさん大人ないんですよ。でも鍵山選手はトッ,プポジショントップポジションに持っていくのが早い、うん、これ絶対ありますね。つまり見せたいと思っている技に持っていくまでの時間が短いだからすぐにこうできるんですよ。パッとね あのいちいちこう間が少ないんですね。それがね、狩山選手のすごい、あのやっぱり職人技だなっていうところかと思うんですね。それに加えて、心がね、あの入れた演技っていうのを注目していきたいと思います。えっと、狩山選手の前には、コリアダっていうね、ロシアの選手が滑るんですよ。コリアダっていうね、えー、前のグループなんですよコリアダっていうね、選手が滑りますね。あと、ハンヤンも滑出てきます。ハンヤン中国のハンヤンンンヤヤ中国 ハ、まあ、分ヤーはどうかな、でもコリラタさんは多分強いんで、コリラタ選手の得点にどうプレッシャーがかからないかっていうところも、えー、ライバルと戦っていく上では大事になってくるかと思いますね。カリラ山選手の素晴らしい演技をすることによって、えー、他の、えー、後から滑る宇野選手、羽生選手に勇気をつけるとね、勇気づけてあげるっていうところが、一つ、こうね、ポイントになってくると思います。はいまあ、そんな感じですね。これが山選手についてです はい、続きまして、宇野昌磨選手ですね、宇野昌磨選手は鍵山選手の次のグループに出てきます、はいえー、の同じく2番滑走のですね、でえー、まあ宇野昌磨選手に関しては、えー、去年、やっぱりこう環境の変化っていうのがありまして、えー、そのやっぱり4回転のねフループジャンプっていうところがあったわけですよ、それ、かなり本人も悩んだと思います。はい、環境の変化、うん そのフリップがあのループっぽくなっちゃうって、ちょっとこれね、あのあったわけじゃないですか、もう正直言っちゃうと。で彼も悩みました。このフリップっぽくなっちゃうことによって、ジャンプの回転不足になっちゃうわけですね。で、あの宇野昌磨選手は4回転フリップジャンプをね作ったんですけども、その宇野昌磨選手が作った4回転フリップジャンプで少しこうね物理を醸し出すということがあったじゃないですか。それで本人も悩んだと思うんですよね。そこで、これまでつけていたあの樋口美代子先生、山田町子先生のところを離れてですね、 山田チームから離れてステファン・ランビエールのところに行ったわけですよね。うん、で、このステファン・ランビエールのところに移る、ここですよね、この移り変わりのところですね、また宇野昌磨選手も環境適応能力はそれでも早いなと思うんですけども、あのここですよね、ここの場面で、例えば去年の、えー、おととしかの、えー、フランス大会でボロボロになっちゃったと、でそこからこう、ねえーまあ、悩んだ時期があったわけですよ。うん 悩んんだ時期があったんですよねでそこからのステファン・ランビエーさんにこう、ね、ついてきているよということなんでそこでだんだん良くなってきてるんですね。で去年の、えー、チャレンジカップでもう素晴らしい演技を見せているということで,で,す、ね、で全日本選手権に続いていくと。で4回転グループなんですけども改善されてます。か改善されてきてきますなので、えー、相当自信を持ってあの欲しいなと思うんですよね。でなぜかっていうと1つはです、ね、宇野昌磨選手の演技全体的なスケーティングっていうのは納豆の粘り気のあるようなあの。 えー、そういったジャンプを飛ぶんですよどういうことかというと、えー、これも復習になるんですけど、えー、氷のリンクがあったら、氷のリンクをこう、こうぐいぐいってこう、ぐいぐい削りながらジャンプを飛ぶ感じですね、もう表面に粘り気がある、つまり宇野昌磨選手がジャンプをこう飛び出すよね、これ、足です。 足です、ね、でステート靴ですすすねスートこれ氷ですでジャンプを飛んでるんだけども、ここに、ね、納豆の糸があるような感じがするんですよ。でこれ、ね、なんて表現するのがいいのかかんないですね。ジャンプを飛ぶんだけど、少しこうあのジャンプって空中に上がるじゃないですか。だけど、逆に宇野昌磨選手の魅力っていうのは、ジャンプを飛ぶんだけども、なんか氷にこう、氷にこう、なんていうのかな、逆にこう入っていくようなジャンプなんですよね。ジャンプを飛ぶんだけども、氷の中に入っていくようなジャンプなんです。つまりそれだけスケートの、 氷の質っていうのをうまく使えてるスケーティングがすごく綺麗なんですよねスケーティングの氷の質をうまく使えるだけえー、うまいで、ね、それが逆にモロハのつぶりとなってか回転不足になっちゃったりとかフリップジャンプでもプデローテーションって言ってこのちょっとこう氷の上で回りすぎちゃってえー、まあ要はそのなかなかこう 離れない氷の上か,なだから離れずにジャンプを飛んでいったわけですね、だからこう回転不足を取られやすかったんですよ、このぐいって回,回っちゃうんで、スケーティングが綺麗っていう証拠なんですよ、スケーティングが綺麗だからこういう風になっちゃうわけですね、はい、うん、だからまあスケーティングが綺麗っていうのは、諸刃の剣なんですよね、でも、あの宇野昌磨選手はですね、ステファン・ランベールについては、ものすごい先見の妙があったのかと思います、このステファンっていうのは全く逆なんですよ、うん、宇野昌磨選手とは全く逆なんですよ。うん 何が弱かというと、ステファン・ランビエール選手の演技を今度見てほしいですね。えっとね、何でもいいです。2006年のトリノオリンピックでもいいですし、えバンクーバーでもいいんですけれども、フリップジャンプ見てください。あのステファン・ランビエールって言って、えーまあ、フリップジャンプやりますかその時って、あの宇野昌磨選手とは違って、こう、ターンを押したら、シュッパンって、シュッパンって飛ぶんですよ。本当にね、ターンを押した瞬間にシュッパンって飛ぶんですよ。 ステファンがビエれ,れば、フリップジャンプは。で、これでも明らかに、ね、ステファンと宇野昌磨選手のフリップジャンプで違うんですよ。宇野昌磨選手は納豆の粘り気のようにグ,グイグイが、グイが入っていかうと思うんですよね。でも、ステファンはあのもうね、ターンをした瞬間、チュッパーンって、町田達樹さんのフリップに少し似てるパス。ま、町田達樹さんのフリップジャンプ、今度ね、え見てほしいんですけど、少し似てます。うん、ターンをしたらチュッパーンと、シッパンと飛ぶん,で,、ねッパンうん、んですよね。ッパそんな感じなんですよね。 でえー、宇野昌磨選手にとってはそれが苦手だったわけですよ。で、このシュシュパンをやることによってすぐにこうシュパンって言ってシュシュパンを取りこれることによってです、ね、宇野昌磨選手の,この、えー、ジャンプ、回転不足これ改善されるんですよ。ステファン効果によってだからステファン・ランベールについたっていうのはめちゃくちゃいいんです。で、それだけではなくてステファン・ランベールさんっていうのはトリオ,オリンピックで銀メダルを取りましたね。うん、で、宇野昌磨選手も同じく銀メダルなんですよ。 だから、2人は非常に相性が抜群なんです。もう話が合うと思いますよ。めちゃくちゃ。で、なんかね、ステファン・ランベールさん、木平梨花さんの時もそうだったんですけども、なんかそばにいると安心しますね。うん。まあ、多分安心してると思います。ステファン・ランベール、なんノーマ選手、全日本選手権の時にですね、島田幸四郎君がね、えー、なんか次に滑るとかっていう、あの、そういう人の関係で、ああ、ステファン大変そうって言ってましたよね、まあ。そういったところも非常にこう、ファミリーな感じがあるんですよね、ステファン・ランベール。だからあの こうステファン・ナンビエルさんは非常に選手の気持ちに寄り添えるのが得意、まあ、なんかそのリンクサイドでこう立っているだけで、濱田先生と立っているだけで、ステファンさんが、えー、リンクサイドで、えー、立っているだけで,です、ね、非常にとりどり選手もやっぱり先生のことを見ますから安心するんですよね、それが、ね、すごくいいと思うんですよ。うん、そういうのもあって、宇野昌磨選手、こう最近かなり良くなってきているんじゃないかなと僕は思っているんですよね。うん、本当にその なんていうのかな、あの、そういった意味で、え。ー この世界選手権はステファン・ランビール効果どこまでこう発揮できるかというのを期待していきたいと思います。4回転サルコーとかも得意になってきてますよね。それはね、シュシュパン、このシュシュパン効果って大きいと思いますよ。トリプルアクセルなんかすごいにザイされているの野添馬選手。幅の高さ、あれもね、シュシュパン効果が、このシュパンっていうのがあると思うます。ステファン・ランビールさんはトリプルアクセルが苦手だったんですよ。めちゃくちゃ苦手なんだけど、アクセルジャンプも結構シュパンって、ループジャンプもシュパンなんですよ。だから、このシュシュパンを入れることによって、野添馬選手のもとの、 美しいスケーティングを維持したまま、えー、あのステファン効果を入れたっていうのは非常に大きい、そこをね、あの感じてほしいです。この宇野昌磨選手の美しいスケーティングのシュシュパン、ね、そこをね、えー、感じながら、ね、見ていただけると、えー、かなりあの魅力っていうのが、ねえー、伝わるのかなと思います。もう皆様ね、詳しい方が多いんで、僕がいいからしゃべってもねあ、そんなの知ってるよ、カブくん、そんなの私たち知ってるよってね、そういう <laughs> この言葉が聞こえてきそうなんですが、そこはちょっとご要望いただきながらね。はい 続きまして、はい、羽生選手です。はい、最終グループの、えー、2番目に出てきます。はい。 まあおそらくね、この2人がめちゃくちゃいい演技をして、勇気づけられて滑ってくると思うんですけどもね、もう羽生選手に対してはね、もう言葉がないです。もう、うどうしてうもうこれまでずっとね羽生選手のえに対してのね、素晴らしい点をね、お話ししてきたかと思うんで、僕、だからね、もう言葉がないっていうか、もう本当、素晴らしすぎるんですよね。だからもう、なんかこう、僕がこう、なんか言葉を言うと、なんか別にね、知ってる方も非常に多いんでね、だからもう、いらないと思うんですけど、羽生選手に関しては、もう作品とかね、まあそれから、 まあ今回も新型コロナのねえ影響もあって、そういったの人にこう気を使いながら、ファンサービスですよね、紙ファンサービスっていうのと、それからまああのおもてなし精神。 おもてなし精神って非常に大きいと思うんですよ。で、今回僕が一番気にしてたのは、誰が無観客の、えー、スタンドに対してお辞儀をするか、まあ、無観客じゃなかったですね、ぶっちゃけね、あなんか、あのー、選手がいましたね、いろいろあのあの、たくさんの席に。で、今回ね、僕、ストックホルムの世界選手権見てて、なんか、ストックホルムって、これ、書いてありますよね、あのローマ字で、ストックホルムでリンクサイドがこうあるじゃないですか。 こう、氷のリンクがあったらいつもはここにお客さんがあのいるんですけど、ここにストックホルムって書いてありますよね。ちょっと字があれだったらあれなんですよ。ストックホルムってこうかな。すいません。こうやってね。書いてありますよね。それ非常に美しくなかったですよね。美しいですよね。僕はあのあのなんか、ここが欲しく、ストックホルムってかの綺麗にこう白くね。輝いてて、しかもこれ雪も雪をあのイメージさせるような雪マークがあったりとかすごい。なんかおしゃれだなと思いました。あの。 毎年全米選手権でスケートアメリカでもそうなんですけどもここがですねあのお人形じゃなくてあのパネル人形のパネルだったんですよあれはあはさすがにスウェーデンのストックホルムでやったら受けないと思ったんですけどさすがヨーロッパですねさすがヨーロッパやっぱりね違いますもうそういう子供遊びではしないですね子供魂っていうのは本当にもう 可愛くストックホルムってこうこ,うこ,こになんか書いてあるじゃないですか、パネルが貼ってね、本当に素敵なな、ね、リンクがあったと思いますで。こういったスケートリンクに対して、羽生選手はもう練習中から本当にあの終始、周りに対する気遣いとか、ね、神対応とか、神発言とか連発しているんですよ、すでに、ね。でですすよよ試合始まる前ですよ 普通、試合始まる前あんな緊張しているのにみんなに対して気を使えるっていう、もうそこがね、もう僕今、あの技術的な話してないんですけども、もうそこがまずすごいので、もうあの言葉がないんですよね、羽生選手に対してだから本当にそういうところなんですよね。うんまあ、技術的なお話をちょっとすると、あのまあ、羽生選手の弁でもねおっしゃってますように、あの、まあ 全日本選手権からねあの技術を変えないという話もしてますので、まあ、おそらく4回転サルコー、そして4回転トーループ、トリプルトーループ、えー、そしてトリプルアクセルってこのジャンプの構成を変えないと見てますね。もしかしたらそれは口だけで作戦かもしれませんね。この4回転サルコーを4回転ループに変えてくる可能性もあると思うんですが、レッド・ミ・エンターテイン・ユーの曲を聴かく 聞く限りですね最初のあの曲調で4回転ループにするよりも4回転サルコンにした方がなんかこう踊る感じがあるので、まあまたも4回転サルコンにすると思うんですけどもね、まあ、4, 回トリ4回転ト,トリプルトーループは他のジャンプですね。手を上げて飛ぶのでね、はいトリプルアクってカウンターですよね。バーチテストで一番難しいテス,ステップ、ロッカーとたみまして、まあ、それをこうやっていくので、まあ技術に関してはこういう感じなんですが、まあそれはもうね僕の動画でずっとお話ししてたんで、もうそこはいいとして、もう本当にもう、えー、もう、 僕それよりも今回の世界選手権の新型コロナ禍で行われたこの大会で一番ね、世界メディアも驚かすような言葉をすでに連発しているっていうところがね、もう美しい姿だなと思いますね。はいまあ、そんな感じでもう試合が始まってますので、ちょっと僕の方も見ていこうかなと思ってます。というわけで皆さん、応援していきましょう。これでで終わります以上です